元気ですか？私は元気です。元気元気。暑いですね。今日ね、1時間散歩してる時、すごい日差しが強くって、これはね、ちょっと限界かなっていうぐらい日差しが強かったですね。もちろんマスクしてね、サングラスして帽子かぶって、こんな格好してませんからね、ちゃんと防御していってるんですけれども、本当暑かったですね。家に帰ってくるとね、顔が真っ赤でね、暑いわ、もう汗だくで、大変ですね。だからって今別にスクール水着を着てるわけじゃないんですよ。スクール水着ではございません。これ一応ね、これなんですかね、ちょっと家の中だからって言ってもネットだから怖いんだけど家の中じゃなくてこれネットですよね。やばいやばい。でもね、これユニクロのね、なんていうんですか、これブラタンクトップっていうか、今年買ったやつですよ。暑いからね、もう何枚も重ねられないから、家だと二の腕が出ようがね、何でしょうが全然関係ないんでね、ちょっとこういう格好してます。ごめんちゃい。はい、ということでですね、今日は、ちょっとねリクエストがあったことがありました。おしゃれなエコバッグを教えてくださいってことで、私はねちょっとね、おしゃれかどうかわかんないですけども、自分が何年も前から使ってるのと、つい最近買ったのと、2種類、まあ4つぐらい持ってるんですけれども、それでよかったら、ご紹介したいなと思っております。小バッグ必要ですよね。で最近バッグがショルダーバッグとかハンドバッグも小さくなってきてるので、流行りがね、そうするとその中にエコバッグなんとか入れば、エコバッグ入れとけばね、荷物が多くなっても、なんとかなるかなっていうところありますので、エコバッグのね需要は、スーパー以外でもねすごく、あると思います。今日私はちょっと最寄り駅のねすぐ近くの、ショッピングモール行ってたらユニクロがあったので、一応ちょっと、ね、縄張りチェックというか一応ちょっと行ったら、もうなんとまた 3D ニットのスカート500円で ね、500円で売ってましたので、早速ですねエコバッグに入れて、買って帰ってきましたのでね、なのでエコバッグを今日はユニクロのお洋服の方じゃなくてエコバッグの方を、紹介していきたいと思います。じゃん。はい、まず最初はですね、これはもう何年も前から使っているエコバッグで、富士山の模様が可愛くてね、使ってるんですね。これねいいでしょ、コンパクトで。でね、これどうなってるかと申しますと、これ開けて、じゃじゃんじゃじゃん、こうですね、開きましたら、さっきのが内ポケットみたいな形で隠れるんですね。中に隠れてこのぐらいの大きさになりますね。このぐらいね、可愛いでしょう、すごく可愛い。畳むのもね簡単なんですね。これ後で畳んでみますね。このぐらい、私の体でこのぐらい、じゃん、新しいトップスこんな感じですね。はい、こういう感じです。どこで買ったかちょっと覚えてないぐらい、ちょっと調べて何か手がかりがありましたら、ちょっと概要欄に貼っておきます、ね、下にちょっともし分かったらこの下にねテロップでも入れておきますけれども、これね3分の1にジョンジョンとこう折りましてね、そしてパタンパタンってこうやっていけばいいだけで、さっきのここにピュッとキュ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 ッとですね、あら、あとはシュッとね、チャックを結ぶだけで、これね、まあまあこの大きさ自体は大きいんですけど、すごい薄くてめっちゃ軽いので、バッグにねピュッと入れてもそんなに邪魔にならないね。私は大好きで重宝してます。はい、そしてですね2つ目は、これはですね
デザイナーズジャパンっていうところの、こうバッグです。デザイナーズジャパンっていうところですね。はい、これもね可愛いでしょ。これしね、これもね大好きで、ちょっと前からね使ってますね。でこれもさっき、これね内ポケット、内ポケットになっていまして、内ポケットからこれが出てくるという形。これはね、割と大きいですね。このぐらい、普段このぐらいですね。じゃじゃーん、大きいでしょう。かわいい。なんかねここのね、デザイナーズジャパンっていうところのは、あとこの模様がかわいいんですね。すごく色合い、色彩がかわいくって、パッと目につくので、すぐ買いたくなっちゃう。こういう感じでね、ここのところに紐がありまして、こういうふうにね、中のものが外に出ないように結びにできるので、そんなにねピョンって出てきたりしないよ。畳むのはまた中のポリポリピッとね、後がついてますから、大体ね迷ったりしないですよね。こうやってピョンピョンとってくるんですね。ピョンピョンとってですね、はい、こういうふうにくるからいいですね。こんな感じです。ちょっとこんな感じでね、かわみみ、はい、という感じで、用途ですかね。はい、そしてこれですね、これも結構有名じゃないかな、ローキーって読むらしいですね。ローキーの、エコバッグです。こんなね、小さいね、かわいいチャック付きの袋に入っています。で、世界のデザイナーとコラボした、ね、なんかこう絵があったりとか、いろいろあのバージョンがあるみたいですけど、これ中身ね、こんな感じ。これはね、こういう、よいしょ、こういう紐で、ね、くるくるくるって畳んだら紐でパチンって止めるパターンですね。こういうね、ね、かわいい、コンパクトに、コンパクトになりますね。この内ポケットは全然この収納のためのオンリー、収納オンリーのための内ポケットなんですけど、この縫い代がかぶさるようになっているので、ポケットから物がね、そんな落ちにくいようになってるんですね。この内ポケット優秀です。ほら、結構大きい。イタリアに旅行に行く前にイタリアの絵の模様とかが入ったこのローキーのエコバッグをね、買ったんです。これね、こういう感じで、じゃじゃんじゃんじゃじゃん、こんな感じですね。そしてね、つい最近買ったのがこちら。これ面白くないですかね、面白いでしょ。これはね、カランがこうとちゃんとついて、バッグのハンドルとかねかけられて、バッグの中で行方不明になったりするじゃないですか。でもどっかにこう引っ掛けとけばね、こうやって、あのいいわけで、これ三角どうがどうなってるかっていうのをね、ちょっとお見せしますね。これすごく便利だと思う。よっ、開けましたら、じゃん、もうじゃじゃん、出ちゃう、出てきちゃう。こうなっちゃってるんですね。ここの部分がさっきのね三角のところです。そのまま見える感じ、先ほどまでのローキーとかよりか少し小さめですね。ほんとね、まあちょこっとスーパーの買い物、大量じゃなければね、十分ですね。はい、エコバッグ1、2、3、4、4個けど、皆さんもねたくさん使ってるんじゃないかなと思います。あの主婦の方はね、あの自転車のカゴにスポッと入る、そういう風なね大きなエコバッグをあの使っていたり、スーパーのカゴにスポッと入るようなのね、あのそういうアイデア商品みたいなの使ったりとか、いろいろだと思いますけど、まあ、私はねバッグにちょっと薄いものでバッグにぴょこっと入れられる、あの忍び込ませられる、そういうエコバッグを使っています。はい、では参考になれば嬉しいです。今日のエコバッグ、あのお買い物できるオンラインとかありましたら、ちょっとね、ちゃんと見つけて概要欄に貼っておきますので、参考になさってください。はい、では今日はこれで終わりです。今日ね
で500円で、ちょっと 3D ニットとか買ってしまったりしたので、またね、そういう500円で買っちゃったものの、コーディネートとかね、近々ねやりたいと思いますので、また見てください。では、もし気に入っていただけましたらばチャンネル登録お忘れなく。はい、今日はエコバッグ編でした。ではまたの動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。